パワーポイントのノートをボイスボックスで自動読み上げする方法。ネットで調べても断片的な情報しか出てこなかったので、書き集めて、マクロにまとめてみました。まず、ボイスボックスを Windows にインストールします。インストールしたら、起動して、そのまま置いておきます。次に、パワーポイントを用意します。拡張子は、TTTM です。メニューに、開発、を追加して、 v b a を組み込めるようにしておきます。赤丸のメニューを押すと、v b a の画面が出ます。メニューから、挿入、標準モジュールと進んで、マクロを書き込みます。内容は次のページから順に説明します。ページごとに、ノート部分を抽出して、一つはボイス、Voice, SJS、もう一つはボイス、Voice, TXT に書き出します。Voice, SJIS は、 途中経過を表示すするためのものもです音声合成には、ボイス、TXT を使います。文字コードが違うので、それぞれ用意する必要があります。スピーカー、20が、もちこさんの ID です。開業しないと書いてある部分は、その通り、開業せずに、下の下りも続けて入力します。最後の、アットメディアオブジェクト2のカラメータに、1000、0、と書いてあるのは、 各ページに追加されるスピーカーマークの位置です。スピーカーマークを消すこともできますが、そうすると、既存アニメーションが壊れることがあるので、表示エリア外の見えない場所に置いています。同じトラブルで悩んでいる人が多そうなので、教えてあげましょう。音声合成が終わったら、メッセージボックスに、完了と表示されます。合成中のノートは、途中、コマンド入力画面に表示されます。 マクロの入力が終わったら、保存して、パワーポイントの編集画面に戻ります。そして、マクロに入って、一覧に表示されるマクロを実行します。音声合成が始まります。それなりに時間がかかるので、途中のノートが表示されるのは便利です。最後の掲示まで無事に合成できたら、完了と表示されます。最後に、名前を付けて保存します。MPO を指定すれば、 そのまま YouTube にアップロードできます。なお、音声合成したファイルを公開するときは、ボイスボックスの注意書きをよく読みましょう。おしまいです。これで、マイクロソフトの味気ない読み上げから卒業ですね。ご視聴ありがとうございました。